カサニマロ、カサニマロ、二人組教育系 YouTuber、カサニマロ、せーの、カサニマロ、どうも、カサニマロ理系担当弁当と、どうもお腹、ペコリンチョう、文系担当の木のとうです。なんでもうてるやん。<laughs> <laughs> ということでね、今日は何かと言いますと、はい、ギリギリの人、ボーダーギリギリの人、どういう勉強したらいいですかっていう話ね、詳しくね、やっていこうというふうに思います。具体的な判定としては、はいまあ、C 判定みたいになるんかもしれんけども、結構 B 判定も D 判定とかも結近しい人も結構参考にしてもらえたらいいかなと思うんで、まあ、ぜひともね、聞いていってくださいという感じでございます。はい、はい。まぁ、台は章兼ねますんでね、ボーダーギリギリの人が何をやったらいいかっていうのが分かったら、誰にとっても有益な情報なのでね、この動画は最初から最後まで見ていただければと思います。ということでね、まず大前提からやっていきます。 はい、こちらですね。マイルストーンを設定するっていうのが大前提でございます。はい。まあ、マイルストーンっていうのは、まあ、中間目標っていうことにってい書いてくれてるかな。やねんけども、まあ、どういうことかっていうと、はい、吉村先生もこれコラボ動画で言ってはったんですけども、それはね、ぜひともあの、概要欄の人くんで見てほしいんですけども、まず合格っていうのがみんなあるわけやん。まあ、目標を合格平均点やとしよう。例えば、東京大学の合格平均点を取りたいですって言ったら、まずそのゴールがあるわけやん。じゃあ合格平均点ってこういう点数やなっていうのまず情報を知ります。で、そっからみんな逆算して勉強目標を立て,ていくと、 思うねんけども、中間目標を絶えて,ていってほしいね。例えば、あと20日ないぐらいだと思うねんけども、この週はこれをするよ。この週はこれをするよ。 この週はこれをするよって言って決めていってほしくて。で、かつ毎日も、この週はここまでをゴールにした杯。だから合格目標点の8割を取るっていう目標だとしたら、じゃあそのためにはこの参考書あるなあかんよね。過去もこんだけやろうね。みたいな風に、どんどん目標を細分化していくと、実質さ、そのタスクさえクリアできたら、みんながそのまま合格に上がっていけるわけやん。だからこそ、みんなで無目標やったらもう壁になるんですよね。それを目標を作ってあげる。小さな目標を作ってあげることで、自分の中で階段を作ってあげるイメージ。なのでみんなが 階段を踏んでいくだけでゴール生きるよねって話なんで二十四日時間もったいないとか言わずにまずはちゃんと目標を決めて週間目標ねそれぞれ決めるってことが一番大事になってきますだから無計画な勉強はほんまにやめた方がいいからぜひともね細かい計画そして大きい計画ね立てていってくださいというお話でしたでは早速、はい、どうぞやっちゃいましょうか、うん、はいじゃあ一、えー、つ目いきましょう、えー、添削してもらってください特に国語とか英語とか小論文の記述ですねあのあと生物の記述とかあの社会の記述 技術とかそういう記述に関わるところって、自分では結構添削できてませんで、確かに卓郎の人とかでそのそういうの難しいです。よっていう人はいると思うんですよ。で、そういう方はぜひともなんか添削サービスみたいなのがあるので、そういうのをあのなんかネットで調べて使ってみてほしいんですけど、基本的には予備校の先生とか学校の先生とかに添削してもらったらいいと思います。意外と抜けてます。なんか僕がなんか英語の添削してすることあるんですけど、大体こんな感じですよね。問題ないですよね。ってこう見せ。まあ、僕が塾講師やってた時にこうなんか見せてきたら三単元の。 抜けてるやん、みたいなこともあるんで、まずは添削してもらうっていうことを、あのー、念頭に置いてください。数学の証明の書き方とかでも、これはダメだよね、みたいなあったりするよね、なんかね。はいはい、自分でいいと思ったけども、そういう勘違いを消すために、添削っていうのは大事になってくるんで、うん、できてると思ってもできないことを発見するために、添削ね、ぜひともしてみてください。そうか、ね、平均、相乗平均とかやったら、あの、ロ以上とかっていうね、あの、まあ、ありますからね。じゃあ、丸二番行きましょう。え、勉強の質よりも量ということで、これどういうことかというと、いや、ボーダーギリギリの人結局マイルストーン立てて、なんか、 転作してもらって結局質やないんかっていうふうに思うかもしれないですけど、なんか完璧な勉強をしようとしちゃうとこの時期って勉強の時間が減っちゃいます。でなんでかっていうと科目数が少ないのでその一つの科目二つの科目とかにめっちゃ注力して長時間勉強するの結構体力使うんですよね。体力ってかその精神力が使うわけですよ。だからなんかこう人間の脳が勘違いしちゃうわけよなんか元々九科目でこう十時間勉強できてたってなるんだけど科目数が減ると5時間ぐらいしかできないというのでなんか自分なんかやる気ないんじゃないかっていうふうにまあ勘違いしちゃうんですけど、まあ、勉強じ 時間が減るのは当然でございますこれは当然ですで、基本的に減るんですけどそうじゃなくてあのまあ、勉強の質っていうのは大体もうあのここまでやってきた人だったらなんとなくこういう風に勉強したらいいのってのが分かってますですからあの量を稼いでほしいだから僕なんかちょっと邪道かもしれんけど1日何時間勉強するっていうのを目標にしちゃってもいいと思うよ1日10時間勉強するぞっていうのを目標立てて今日は8時間やったら2時間足りてないなとかえっ、ー、と今日は11時間やった1時間プラスでできたっていうそういう勉強時間に主眼を置いた目標ってのを結構乱暴 けどこの時期だからこそ使作っちゃうだからそのだらだらでもいいから勉強時間を稼ぐっていうマインドが意外と大事だったりするんじゃないかなって思ってますいいですかそんなもんではいじゃあ三番いっちゃいましょう非効率にガムシャラやるまあこれさっきと一緒ですあのガムシャラガムシャラガムシャラにガムシャラガムシャラやなガムシャラガムシャラってなガムシロップみたいなこ流れやガムシャラやろガムシャラにねやってください非効率にガムシャラにやるでまあなんか非効率なのは良くないっていう風に思うかもしれないんですけど逆にねここまで来たら逆 逆に非効率にやった方がいいぞと完璧。主義に陥ったらマジで勉強時間減ります。だからもう何でもいいと。もう勉強の質は7。8割でいいから、その7。8割のその残り2割3割を時間で埋めるぐらいの気持ちで時間で超える。そうすればあの受かりますからね。っていう感じで、あのまあ、もちろんマイルスとの設定してほしいんです。それが大前提なんです。でもその丸3番にこれを入れてるっていうことは、結局みんな勉強時間減ってるよね。だから勉強時間稼ごうねっていうことなので、勉強の質はそこからの2ステップ目なんでで2ステップ目は踏まなくても合格する人います。実際、その勉強の質云々っていう。 とこまで行かなくても、合格しちゃう人って全然いるんで、量を稼ぐっていうのが結局必要条件だから。まずはそこからやってみようと。それやったらいけるやろっていうね、ふうに思ってます。逆に、そのからも言うと、はい、やっぱそのがむしゃらにやるって結構大事で。でも、やる気ない日って絶対あると思うねん。うん朝起きて、まあ、今だって学校自由登校の人多いと思うね。でも。うわ、やる気ないわーっていう時も、とにかく、まずはがむしゃらに。から、まずは勉強づけに向かってほしい。やる気ないわーっていうメンタルっていうのは、もうただの脳の。こうなんやろな。脳がそういう指令を出してるだけやから、やる気ないわっていう。だから、もう、その脳を一回無視して。 机に、あの、座、机に座ったら、あ、興悪いな。椅子に座って、机に向かって鉛筆と問題集を開いてください。じゃあ勝手に勉強を進むから。そういう風にやると、もうガムシャラ。とにかく、えっ、ー、と、やる気ない時もそういう意識づけをするっていうのがね、大事になってくるかなという風に思います。 はい、ということで、えー、丸四番いっちゃいましょう。ここからね、ダダダーっといきますね。受からない前提で勉強する。これ結構ね、楽なマインドセットなんですよね。結構これ気持ちが楽になります。受からない前提で勉強してで、まあど、どうにでもなりますからね。なんか受からなくたって、その、第一望に行けなくたって、なんかどうにかなるんで、その、僕、その、4本の線があるっていう風に考えてほしいっていう風にいつも言ってるんですよ。まず、一番最初、一番下の線が今、現状です。で、その次が、えー、っと、自分のミニマム、自分の最低の成果って考えてください。で、次が自分の最大の成果。 なので、四段,段目何かって言ったら合格なんですよ。ちょ、ごめんなさい、なんか <laughs>、編集めんどくさいんで、あの、横に並べちゃいましたけど、今、よく聞いてくださいね。今、今の現状がここ。で、今のミニマム、えー、ごめんなさい、自分のミニマム、将来のミニマムがここ。で、将来のマックスがここ。で、合格がここやと思ってほしいんだ。だから、結局、どんだけあがいても合格はできんぞっていう風に思っとくぐらいがちょうどいいんですよね。で、だから、今ここじゃないですか。で、合格せない感、落ちたらどうしようっていう、その焦りとか不安とか心配とかがあると、 のびのびと勉強できないんで、自分のミニマムまでしかいけないんですよ。ただ、逆に、合格戦でもいいとも、落ちてもいいっていうふうな気持ちで勉強してたら、のびのびと勉強できるから、自分のマックスにはいけるわけ。で、で、どうせ合格できないんだから、滑り止めでどんだけいばれるかが大事なわけよ。で、滑り止めでどんだけいばれるかとか、その、どんだけ有利な状態でスタートできるかってことが重要なわけですよ。で、あの、学歴と年収相関しないけど、学力と年収は相関するんで、結局学力今高めておくのが、まあ、採なわけ。合格するかどうかっていうのは結構、運ゲーとかも絡まってくるから、学力が高まるというのは勉強時間に比例するから、 勉強時間を稼ぐってことが、まず最善なんですよ。それだけなんですよ。だから、自分の耳にまも目指すんじゃなくて、その、もう合格戦でもいいっていう気持ちで、ここのマックスを目指していく。伸び伸びと勉強するっていうのを、やってみたらいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。だから、まあ、あれはね、あの、受かるうかるうかるって思ったら、あもちろん大事なんで、その自信は大事やねんけども。うんうん、それに、しがらみになっちゃうと、なんかガチガチガチで固まっちゃうってことよね。体がね。うん、うん、うん、そうやね。 てことですね。だから、もちろん、その、受かるぞっていう気持ちは大事すけど、それに縛られすぎて勉強しないように、ちょっと難しいけどね、っていうお話かなというふうに思います。ごめん、最後、お願いします。はい、じゃあ、丸何番や、5番、五番行きましょうか。うん、え、どう転ぼうが勝ちのゲームっていうのが、これはあの、受験でございます。だから、あの、どうなってもいいんですよね。あの、さっきも言ったけど、あの、学歴と年収は疑似相関なんですよ。疑似相関。あの、相関係数自体はあるんだけど、それは他の第三の要因とかが絡まってて、そういう数値になってるだけであって、実 実際は相関ないですよみたいな話なんですね。で逆に学力と年収は相関するんです。性の相関です。であとは出願した最南最南関大学の 偏差値と、えごめんなさいね。ね、年収は相関します。だから、これ、どういうことかっていうと、チャレンジ精神ですよね。チャレンジ精神みたいな。そういう野心とかっていう意味なんですけど、だからそういう学力とか、出願した最難関大学の偏差値でしか年収って決まらないです。あだから、結局 <laughs>、あの、どの大学行こうが、もう決まってます。だから、今勉強時間を稼ぐ。マイルストーン立てます。とりあえずマイルストーン立てれば、その目標に向かって勉強時間が稼げるんで、とにかく、何すべきかって言われたら、合格しない前提で、勉強時間を稼ぐと。それだけやってもらえれば、将来の

そうやね。ま、俺はまだ23で若いけどさ。いや、それは思うよね。別にね、大学に来たと思うから、今、広島大学に来たかったわけじゃないんですけども、第一志望ってね。うん。運命最善になってるからってことですよね。うん。そう。ま、あと、ダーギリギリの人は、結局、背伸びして出願してるわけだから、勝ちっちゅうことよ。てえやんけ。てことてこと